嫌です。ってことでリアタイやる前にちょっと高梨選手のあの称号だけちょっとやっていきたいと思います。サクッといきます。サクッと普通にあの制球ともう9位が上がってくれたら何でもいい。9位に関してはプラス2で A 乗るし、制球に関してはプラス1で B 乗るんで、もうこれだけちゃんともう全部入れてるんで、さすがに鉄腕なんやろ、鉄腕って何やったっけ。はぁ、それは一番ないやろ、えぐない、これえぐい確率できたな、マジか。まあ次の A ランク期待っすね。ではリアタイやっていきましょう。さあマッチングしましたね。相手がマリマリマリさん、よろしくお願いします。相手が山本由伸さんっすね。まあ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 苦手。さあ当然だから一番バッター坂本選手とか言っちゃってるってことで、まあ千賀選手なんで、まあ最初外角方から行こう。この甘めのやっちゃったー、やっちゃったー、危ない、やマジで危なかった今。さあ次ツーシームっすね。ここツーシームの甘めの、あっ、OKOKOK、 もう一回行こう、もう一回行ったらいける。どうや、これ空振れ、うわそしたらここの甘寿司から行こうか。甘寿司から行って、マジこれは鉄板、うえこれ絶対ツーシーム張ってるから、これ絶対フォーク、オープンだー、結構捉えてるやん、危ねー、この角度は危なかった。さあ当然ながら一番バッター村林です。相手が山本由伸さん、うわこっち初めて、それは初めて、ちょっと待って、やばいやばい、これはやばい、このピッチャーはやばい。あー、オッケー、俺これ多分打たれへんぞ絶対。俺のりもとさん嫌いなんで、これはちょっとやばいぞ。ここ集中、オッケー、え、この人通信ばっかりやな、マジで。もうちょいこれフォークのあれスプリットで遊んでこいのかな。オッケー、入ってる、えぐいな。次打つ、次絶対打つ。あーあーやばい、村林ここ集中、頼むぞ。それは危ない、結構落ちるねフォーク。いや分からん、今のは分からん。おっしゃ、これはおーい、誰やねんファースト落合さんかよ。めちゃめちゃ積極的なプレーやったな今。さあここが二三線引っ張り警戒来てるんで、いやこれステイドス高いな。ええやん、よし、これあーボール、ちょっと待って、今のはやばい、分からん、俺もうこれ無理やわマジで。打たれへんって、打率下がるって、もうエグいって、村上やって、バッター村上、OKOK。 さあここ集中していこう。バッター村上なんで、もう絶対に期待、ここは打ってくれるはず。 OKOK、 よう見えてる。もうツーシーム来たらガッチリ行きたいんやけどな。もうフォークとスプリットマジでかなわん。あんまビッタビタや、あんな無理やって、頼む村上さん、ここゴッと見してくれ、ゴッと。 OK、 今捉えたやろー。まあ正直向こうあの0点で抑えたらええだけなんで、おし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 、これはいいぞ。さあここでいきなり甘寿司、ここでいきなり甘寿司攻めて、おし、これ村林頼め、 OK、 ナイス。さあここのツーシームを投げ取ったんで、フォークで、おし、これは取れろ、ちょっと引っ張ってるよねやっぱり、あそこツーシームばっかり投げてたから。いや勝ち強いわマジで、これ、うわー抜ける、うわー、はい、止まっとって、向こうの守備硬すぎやろ、なんやねんさっきから。もう分かった、もうフォークスプリットしか狙わん、もうその作戦。あ、オッケー、もうそんないらん、そんないらん、オッケーオッケー、もうフォークスプリットしか狙わん作戦でいく。うわやばい、これは嬉しい、やばい、一発しか打ってないけど攻略しちゃった。いやこれヒーローインタビューっすね。はい、どうも3800の千賀選手です。ってことで、みんな久しぶり、俺を立ち台あんま立つことないから、たまにこうやっちゃう、もうそんな時間ですか。はい、柳田です。さっきのホームランなんですけど、スプリットとかすごい張ってたんで、あれしか狙ってなかったです。あ、もうそんな時間ですか、すいません。ってことで、チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。ではまた。